おはようございます。今日は今からスタートします。すでに山の上に朝日が出ています。本川の土手が見えています。護岸工事してるのかな。エバ大橋、本川と朝日、吉島橋に向かいます。土道があるからデコボコするかも。朝の爽やかな空気です。松竹塔が咲いてます。アジサイが満開ですね。吉島橋、下りは楽です。ウォンツ、
六段変速のシティサイクル。太陽が眩しい。南千田橋。まだ車が少ない。逆光の薄暗さ。横断しよう。朝の三幸橋。電車は来そうにないですね。南の交差点。横断しました。緑巻きになります。右に曲がろう。公園静かです。広島病院の方向。もう4キロ走ってるでしょう。ガッタンゴットンします。ここが鉄道レールの跡。宇品線があったんですね。左だ。潮の香りがしてます。海が近いんです。右の方。海の方側の道にしました。ゴッドン。黄金山の山影。
あ、ビッグモーターがある。前へ来た時は空き地だったと思うけど、広電の車庫、マツダの工場、東正門、東正門、スピードはゆっくり、車多いですね。東洋大橋が見えました。マツダのバスがもう走行してます。24時間動いてるんでしょうね。トラックも橋を渡ってます。交番前通過。太陽が眩しい。黄金橋が見えます。黄金山、広島高速2号沿い。もうすぐ黄金橋。まだ緩やかです。マツダのマークが見えます。円光川、下流方向です。走行しました。国道2号線、団地です。どっから入れるんだったかな。
堀越三丁目右へ。団地に入りました。向かいのが新町。やはりややこしいですね。カンナが咲いてます。左車線へ。ピュアクックの横。団地の東側、そして北向きになりました。陽光団地。降りてみましょう。ジョギング注意と書いてありました。太陽光発電がいっぱい。ブレーキかけて。風が気持ちいい。工事はしてないよね。左の海岸へ。赤いキリン。もう10分早く到着したかったんですがね。もう帰る方向に行きましょう。海田大橋。お、東洋大橋も見えてきました。工事はしてないですね。振り返っています。遠光川に向かいます。雲で太陽が隠れました。
金輪島やプリンスホテルが見えます。そして海田大橋の下へ東洋大橋が見えます。左に黄金山、疲れたのかスピードが落ちてます。バス映ってるかな。満潮に近いから歩けませんね。黄金山の方です。朝から煙がもくもく。海田大橋と広島大橋、海を見ました。ここから左に入ります。階段だ。公園の門が開きました。曇りそうですね。向かい灘新町、結構散歩の人に出会います。あ、猫だ。川沿いに降りるのをやめて国道2号に行こうかな。キワフックの前、左に曲がります。国道2号が見えてます。ブレーキかけてますよ。おー、ライス。シャン。近くに放送神社があります。上がって橋を渡ろう。向かい灘橋、あそこで左。渡って国道2号。ライトがついてる車が増えました。向かい灘本町バス停通過。橋に今のところ人は見えませんので、
黄金山が見えてます。いい風。円光川の上流。道がなくなった。そうだ、ここは厳しいんだ。車は右に多いです。あの階段は2回目だけどややこしいですね。来た時と同じ道、右に渡りたいんですが、東洋大橋が見えます。上は広島高速2号。日本四丁目。あ、道がなくなった。左だ。ここも変な道。黄金山の南側へ。県庁行きバス。日が差してきました。赤信号だ。日本沖町。右に曲がったら黄金山。
直進しています。警察署が見えます。立ち青い福山通運の前、宇品公園、人が集まってます。ラジオ体操してるみたい。県病院の近くです。緑町に向かって北へ、木地山が見えてます。広い歩道ですね。歩道ですよ。工事をした後のアスファルト、そろそろ変わるかな。ここに花壇があるんです。いつも引っかかります。南の交差点、ガタンゴトン、ここもいつも待ちます。三幸橋、車が増えました。裏道を使います。信号を飛ばします。修道の前、止まって南千田橋もいつも待ちます。千田橋、ガリバーの前、すでに20キロ超えてます。あそこが吉島通り、次は吉島橋、スピードダウン、車が増えてきました。
遠くだったらゴールです。